はい、皆さんこんばんは、動物の森、おいでよ動物の森、実況の4回目だったかな。それじゃあ今回、早速やっていきましょう。それでね、今日も土曜日の夜なので、花火大会をやっています。そして今回はね、とりあえず花火を楽しみながら、この季節にね、釣れる魚集めながら遊んでいきたいなと思っています。とりあえずね、ゆっくりとまたやっていきたいので、よろしければご視聴ください。それじゃあスタートします。はい、それじゃあ改めましてこんばんは。ですね、とりあえず、花火大会の最中です。それで前回ね、動画の時にもらった吹き出し花火、あれをまだ使ってないのと、今日もね、花火がもらえるはずなので、ちょっと話しかけてみて、花火もらえるかな。よし、うん、お、花火もらえますね。何花火かな。線香花火、あ、線香花火いいな。でっかくぶちかましこそしないものの、線香花火いいですね。ちょっとじゃあこの吹き出し花火から、あれ置いちゃった。まあいいや、写真もない、手に持たなきゃダメなんだな。よしよし、じゃあまず線香花火、線香花火本当は締めにしたいけど、まあいいや、まあいいや、拾うか。やっぱ線香花火は締めでね。吹き出し花火ちょっとやってみましょう。こんな感じです。結構長いね。うんうん、花火はね、人に向けちゃダメですよ。はい、じゃあ次、確か燃えかすがあるんだよな。あ、燃えかすがなかったっけ。よし、線香花火いきますよ。あ、やっぱ線香花火いいね。あ、きれいきれい、線香花火みたい、本物みたい。落ちた。はい、じゃあね、花火これで終わったので、皆さんね、まだ花火見たかったら左の画面で見てください。それで今手元のアイテムが、化石2つ、ナマズ、フナ、そしてザリガニで、寄贈してないのはフナじゃないや、ザリガニとこの2つの化石をまだ寄贈してないので、後で行きますね。花火はどこから見ても丸い形をしてますと。これ口癖直したいな、こいつの。こないだかくれんぼした時も、用意スタートって言わなきゃいけないのに、用意ね、ママって言ったんですよ。なんか力が抜けるというか。はい、アイダホ。あ、そうなの。わあ、そっかそっか、暑いからね。確かにこいつは結構熱血系のキャラですからね。よしよし、じゃあちょっと釣りとかをする前に、花の様子をね、ちょっと見に行きますよ。
よいしょ。あとね、そうそう。ロボっていう狼のキャラ、新住人で来たんですよ。あと、サバンナ。ここだったかな、サバンナ。サバンナ、この間見せましたっけ？シマウマのサバンナ。あ、そうですか。あ、そうそうそう。こないだサバンナがね、僕の家に遊びに来るって約束してたんですよ。ごめんごめん。ごめんごめんごめん。だってさ、サバンナ僕の仕事の時間で来るって言うんだもん。もっと早く来てほしくって、できるだけね、サバンナが早く来てくれるように、そのつもりで時間を設定してたら、ちょっと早すぎますって言うから、遅くしてったらね、僕が仕事中の時間になっちゃって。お、いたいた。これはアランかな？うん。ああ、なるほどね。時々ね、掲示板にいろんなお知らせとか、独り言が書かれるんですよ。それを、さっき話した、アヒルのキャラ？あいつが書いてるんじゃないかって言ってますね。でしょ？よかったでしょ？うちの村は毎週土曜日花火大会だからね。ここがね、ここがどこかな？違う？あ、そうだね。どうも。うんうん。危険な匂い。なるほどね。埴輪がすごいね。3つもある。この動きまくっていうのがね、埴輪なんですよ。よいしょ。そして流れているのがケケソング。今ね、一番新しい住民はドボですね。越してきたばっかですね。よし、化石掘っとくか。あんまりね、もたもたしてるとね、魚を釣る時間ももったいないので、よいしょ。埋めなきゃ。よいしょ。あ、キャビア。こうやってね、話したい動物がいっぱいいるんですよ。うん。花火はいいよな。で、これは雑草ね。花は、あ、この辺の花は枯れてるのないね。よし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 。ちゃんとね、世話してるんですよ。あ、このコスモスが枯れてる。ね、比べてもらえばわかると思うんですが、1回目の時よりね、だいぶ花も賑やかになってきたんじゃないかな。ね、ここ。あ、よしよし。ほら、このね、紫のチューリップ。オレンジと紫のチューリップはね、色違いなんですよ。もっと増やしていきたいですね。バラはここではないぞと。バラはこっちだ。よしよし。バラはここ。そのうちね、黒いバラが咲いてくれるんじゃないかなと思ってるんだけれども、黒いバラを一回わざと枯らして、その時にね、金色のジョウロを持ってると、その金色のジョウロで水をあげた次の日に、金のバラが咲きます。虫網は売ってないか。
ちょっとね、いらないもの処分しちゃいますね。よいしょ。寄贈してあるものは全部。よいしょ。そして種。うん、買ってありがとうな。あ、家具なんかいいのあるかな。これは視力診断か。視力診断のやつと、これなんだろうな、転がる草。転がる草がいらないな。よし、さてさて、ついでに洋服、ファッションのねチェックもしっかりしておかないと。はい、夜遅くにごめんなさい。お、名前覚えてくれましたね。やっとね、こうやって心を開いてくれてきました。ずっとしてたもんな、買い物。ファッションはいいのないな。とりあえず、心を奪われるものはなかった。まあ今の格好もどうなんだよって感じですけどね。よしよし。あれはタンポポだね。ここがリリアンの家かな？ボンの家だ。よいしょ。あ、そういえば待てよ。リリアンはもっと上か。よかったよかった。この間ね、リリアンがね引っ越そうとしてたんですよ。それで引き止めたんだけど、よかったね、いてくれて。じゃあね、ちょっと鑑定タイム行きましょう。まず寄贈だな。よし、ザリガニ。うん、あとはね、化石があるんだよ。よし、鑑定してください。お、シソチョウか。シソチョウは鳥の祖先ではなかったと。まあ今ね、なんだろう、学会ではね、恐竜の子孫は鳥だから、鳥の祖先は恐竜だって言われてますよね。よし、あと2つ。よいしょ。今度は何だ？うんこの化石。素晴らしいうんこの化石。うんこの化石は
情報の宝庫なんですよ。食べていたものとか、うんこの中に小石が入っていることから、草食竜は植物と小石を丸飲みして、体の中ですりつぶして消化していたっていうことが、うんこの化石からわかります。よしよし、最後。これで、うんこの化石がダブったりしたら奇跡だよね。さあ、何でしょう。まあ、ダブることはないだろうな。これは、性質もの尻尾だ。あとはないね。よし。性質もの尻尾。性質もサウルスは、この間首だったっけ？首だか胴体だかなんかがね、見つかってるので、あと1個ぐらい揃えれば性質もは完成します。そして、目録はないんだな、これには。扉栓にはあるんだけど。じゃあね、どうしよう。とりあえず水族館見ましょう。ちょっと予定変更してね。釣りとかはまた、あれだ。時間ある時にするとして。ちょっと増えた魚を見てもらいましょう。とりあえずいるのは、フナ。フナ？あれ？フナしか書いてないの。フナ、ザリガニ、カエル、ナマズが今この水槽にいますね。わかるかな？ナマズは左の黒いやつ。ザリガニは舌を張ってるやつ。で、フナこの上の方泳いでるやつね。そして、実はこれがエンゼルフィッシュです。エンゼルフィッシュ、ちょっとわかりづらいね。これエンゼルフィッシュね。そして、あれがね、ブラックバス、こいつが。エンゼルフィッシュ。ブラックバスとアユ。このちっこいの、これがアユね。ブラックバスって凶暴っていうか、何でも食っちゃう魚なんで、アユとかエンゼルフィッシュ食われちゃうんじゃないかなと思ったけど、大丈夫そうですね。そして、海の魚。イカ。イカ。タツノオトシゴ。今、目の前にいるのがタツノオトシゴ。アジ、スズキ。タイ。これがアジ。今、左に行ったのがね。これがスズキ。そしてタイと。とりあえずね、1週間でここまで今揃えてあります。じゃあちょっと次、化石。化石はね、トリケラトプス。これは前見たね。これがパキケファロサウルスの頭。ちょっとわかりづらいな。こうか。よし。これがパキケファロサウルスの頭。そして、これがね、首長竜。双葉スズキ竜。僕が好きなのはこれですね。ヒレがあるね。ネッシーみたいな恐竜。
イメージでは、僕のイメージではネッシーなんですよ。で、これがうんこ、これが始祖鳥、そしてこれがセイスモだよね。首と尻尾、あと胴体の部分があればこれは完成するよね。よしよし。さてさて、ちょっとね、やっぱこのゲームやってると時間を忘れてしまうのですが、もう30分ぐらい経ちますね。しょうがない。じゃあ今日もね、せっかくなんでドタケ系のね歌で締めてもらいましょう。そしてちょっと今ついでにお話しさせてもらうと、この8月にね釣れる魚、まだねたくさん種類があります。20種類30種類ぐらいあるな、ざーっと見た感じだと。で、時間帯や、天気、そんなものによってね釣れる時と釣れない時があるので、なので僕のね、まず目標としては、僕の目標としてはですね、この8月を過ぎてしまうと9月になるとね釣れなくなる魚がいるんですよ。メダカ、カエル、ライギョ、クラゲ、イカ、イカはもうクリアしてるね。なので8月の課題として、メダカ、カエル、ライギョ、クラゲ、これを釣るのを目標としますね。じゃあ、ドタケケさん、はい、お願いします。ない。じゃあね、今回もこの曲で最後にしようと思うのですが、とりあえずまず達成できそうな目標からやっていきましょう。じゃあ9月になると釣れなくなる魚、今言ったメダカ、カエル、カエルもクリアしてるな。だからメダカ、ライギョ、クラゲ、この3匹を、この8月中に釣るのを目標にまずはやりますね。じゃあ次回の動画ではね、このメダカ、ライギョ、クラゲ、これ狙いでちょっと少し釣りをしましょう。はい、それじゃあ最後ですね、曲を聴きますよ。あ、レゲエも夏っぽいね。じゃあ行きます。
はい、それじゃあね、今回もご視聴どうもありがとうございました。ね、本当に前にも言いましたけど、ただ遊んでるだけの動画なんで、本当に面白いプレイとかね、そういうのは何にもないかもしれません。ただ僕は本当にこのゲーム好きでやってるんで、もしよかったらまた次回も、ご視聴ください。それじゃあね、今日はこの辺で終わりにしようと思います。はい、実況は誠でした。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。